時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いします。ということで第3回目のつながるラジオ始めさせていただきます。よろしくお願いします。まだやっぱり緊張してますね。甘噛みしますね。なんかこううまく滑らかに、イメージはですよ、こう始まるときは結構一応下読みっていうんですか、決まってる文言なんでね、こうちょっとこう読んでから心落ち着かせてからやってるんですけどね、やっぱりこう収録のくせに始めるとなんか緊張しちゃうっていうですねなんかそんなのはちょっと変わらずで、今日もお送りしていきますけど、第3回目のつながるラジオ、まず6時までもですね、30分間お付き合いいただければなというふうに思っております。この番組は、みんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしていきます。メッセージもですね、別募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com、またこの番組は YouTube でもですね、ネット配信しております。動画も2本上がってましてですね、これ皆様もご覧いただけますので、FM ギノワンの YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それとサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組にご参加ください。それではよろしくお願いしますということです。はい、まあですね、ちょうどもう4月の16日で、あっという間に4月も中旬を迎えておりますけれども、私たちが住んでいる青森県はですね、4月の9日か7日かぐらいにですね、桜開花宣言いたしまして、ようやく、今4月16日は多分満開の最中じゃなかろうかっていう感じです。すいません、収録なんでちょっとわかんないですけどきっと満開ですはい、まあ私たちの弘前はですね、結構桜が有名な場所になってまして、すごい観光客の方もいらっしゃってるような感じで、もう実はすでにですね、この収録日大体まあ1週間ぐらい前なんですけど、今実はもうすでにも観光客の方いらっしゃってて、もう桜も咲いてる感じでした。まあ、ニュースなんかにもなったりもするし、弘前市で桜で検索していただくと写真たくさん他の方がアップロードしてるの出てくると思うんでね、ツイッターとかインスタとかでもですね出てくると思いますんで、ぜひね、ちょっと現地でご覧いただいたことがないよとか、行けないよって方はそれでもっと雰囲気だけでもね楽しめていただけたらなというふうに思っております。はい、まあ、あっという間にね、だから4月も中旬迎えて、この番組も3回目を迎えてっていうことで、まあ、とにかく早いなっていう感じなんですけど、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。それではですね、今日も、ちょっとスタートしていきたいと思います。はい。この番組は、青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたいなど、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様の悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券のホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、ということで、それではですね、まあ、今日、まあ、毎回、今月か、まあ、テーマらしいテーマではないんですけど、ちょっとお話ししていることがあって、まず、まあ、第3回目で、改めましてですね、松山秀和です。よろしくお願いします。まあ、第3回目なんですけど、一体お前は誰だっていう話をですね、4月はしていこうと決めておりましてですね、自己紹介をさせていただいております。1回目はですね、まあ、簡単にちょっと、初めてお聞きになられる方もいらっしゃるかもしれないので、1回目の話をすると、
どんな自己紹介をしたかというと、今のお仕事についてですね。今は青森県をこうデジタル化していくよという DX コーディネーターっていう風なお仕事をしてます。はい。で、第2回目、前回の放送では、新卒ですね、社会人人生初めては何やってたのっていう話をしました。初めて入った会社がユニクロで、洋服屋さんの店員をやって、店長をやって、エリアのマネージャーやって、で本部でも仕事をしたり、なんかいろいろ採用の仕事をしたり、なんだかんだかっていうのをですね、14年ぐらいやってた。まあこれが一番長いキャリアなので、まあ私の体のほとんどはユニクロでできてますって言ってもおかしくないくらい感じなんですけど、まあそういうお話、ユニクロ時代のお話を少しさせていただきました。で、今日3回目なんですけど、じゃその後のお話ですね。まあ転職実はしてまして、ユニクロの後何やってたのっていう風な話を今日はちょっとしていきたいと思います。ユニクロをですね、勤めてて辞めたのが2017年の末か、だと思うんですけどね。2017年に辞めて、そこからですね、翌年から、実はコンビニ業界に行ったんですよ、私。コンビニのお仕事に入りまして、某コンビニ、別に某って言わなくてもいいか、セブンイレブンに行ったんですよ。セブンイレブンに転職をしました。で、なんか職種っていうんですか、そういう、どういうふうなお仕事で転職したかというと、その、まあ、本部、あそこってね、コンビニのオーナーさんがいて、成り立っているっていうふうなこうビジネスモデルになってるので、そのオーナーさんにですね、こうやったらお店がうまくいくぞとか、どうやったらこう、売り上げ上がるよみたいな、この商品どんな商品ですよとかっていうのをですね、こう説明していって、こうサポートしていくっていう、そういう職種があるんですよ。まあ、店舗経営相談員っていうふうに、その会社の中では呼んでましたけど、まあ、その店舗経営相談を してくださいよっていうふうな、そういうふうな職種で入社をしたんですね。で、当然まあ転職したてでいきなり経営相談乗ってくださいって言われても、それは無理だって話になるので、現場のことを知らなきゃいけないじゃないですかっていうふうな考え方がやっぱあって、一番最初はですね、お店に配属されるんです。コンビニの本当セブンイレブンさんの店舗の中に普通に配属されるんですよ。で、ほとんどのお店はですね、そういう加盟店って言われる、そういうオーナーさんが運営しているセブンイレブンの看板は一緒でも、オーナーさんが、まあ、それぞれ違うっていう風なのが、当たり前なんですけど、まあ、全国の何店舗か実は直営店って呼ばれるところがあってですね、そこのセブンイレブンの直営店の中に配属をされて、で実際にもうお店の中のコンビニの仕事を全部軽減しますということをやるんです。で大体その、まあ、その現場の修行時代とでも言いますかね、それが、大体皆さんどれぐらいだったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、確か2年か2年半ぐらいは現場で仕事、早い人はもっと早いのかもしれないですけど、なんかそれぐらい2年間ぐらいはお店の仕事なんですよね。で、私もそういうふうにお仕事をしてました。ですね、当時は横浜に住んでたので、横浜にあるセブンイレブンで、普通におにぎりを並べたりですね、ドリンクを補充したりとか、もちろんレジもずっとやってましたし、肉まんね、お渡ししたりとか、もうそういう普通の皆さんが想像されているコンビニのお仕事を1年半やってました。まあ、最初はですね、なんかこう言ったらコンビニのね、お仕事されてる方に大変失礼だなと思うんですけど、最初コンビニのお仕事って楽でしょって思ってたんですよ、正直。なんか勝手なイメージかもしれないですけどね、アルバイトを一番最初に始めるなんか登竜門的な感じがあったんですよ、自分の中で。なんかその高校生時代とかでも一番最初にやるアルバイトって何って言ったら、なんかコンビニみたいな、なんか勝手な想像から、じゃあ楽なんだとかっていうふうに思ってたんですよ。いや、これ本当にですね、申し訳ないなと思ってるんですけど、実際やってみたらですね、コンビニさんのお仕事っていうのはこれはもうね、いや本当コンビニやってる人すごいだと
もう本当尊敬です。すごいですね。やっぱり24時間の、ね、営業っていうこともありますし、1日大体その納品っていうのがですね、まあ、おにぎりとかそういうね、毎日販売していくような商品ってやっぱあるじゃないですか。ああいうのって納品の回数大体3回ぐらいだったりするんですけど、それ以外にも雑誌がね並んでたりもするし、新聞もね来たりするし、あと冷凍食品ってね、アイスとかアイスコーヒーのねそういうカップ、あれも冷凍食品の一部になりますけど、ああいうものとかいろんなものがですね、毎日届くわけなんです。で、それ1日に1回とかじゃなくて、もう1日に確かに5回くらいは何かしら、もっと来てたかな、何かしらなんか来てた気がしますね。で、それが来たら品出しをするっていう、そういうふうなこう、繰り返しだったんですよ。で、ほら、こんなにこうタイムスケジュールがもうびっちりって言ったらね、あれですけど、すごい細かくこう決まってて、で、ほんとすごいなと思うんですよ。働いてる、ね、スタッフの皆さんが、もう、毎日のことだから体に染みついてるんで、あもうそろそろお弁当来るよとか、あそろそろおにぎり来るよみたいなのが、もう体に染みついてるらっしゃるんですよ。だからもう、その、まあ、もちろん時間もね、大体その配送されてくる時間帯っていうのも決まってはいるんでね、それはもう、ある程度染みつくのもそうなんですけど、もうだから何もこう見なくても次の仕事が何、次の仕事が何っていうのがもうチャカ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 動いていくんですよね。だからこれすごいなと思ってで、その前のユニクロの仕事っていうのはどっちかって言ったら、まあ、アルバイトさんももちろん仕事あるし、アルバイトさんの仕事は別に楽だとかっていうのも、まあ、実はユニクロもそんなことないんですよ、ないんですけど、こうどちらかというとこう15分ごとにもう全部あらかじめ、まあ、こう紙にですね、もう全部前の日のスケジュールっていうのは全部こう決められてたんですよ、出勤スタッフさんの。でそれに基づいて動いていくっていう感じだったので、まあ、日によってまあ決まってることも多いんですけど、まあ、中身がちょっと変わったりとか仕事の内容変わったりすることもあるんですけど、まあ、コンビニさんはまあ店にもよるかもしれないですけど、僕がいた店はね、もうすごいそういうスケジュール表もうざっくりのシフトだけはね、枠の何時から何時までこの方がいらっしゃいますっていう枠だけはあって、中身の仕事っていうのは全部もうほぼオートメーションみたいなそれぞれの皆さんがもう体に染みついちゃってるっていう感じだったんですよね。まあそれくらいベテランのスタッフさんも多かったっていうお店だからだったのかもしれないですけど、まずは結構それに衝撃を受けて、その波に乗れないんですよね。だからこう皆さんの仕事のリズムに乗れないんですよ。次私何やったらいいんだろう、何やったらいいんだろうみたいなそんな感じでしてね。ああでもコンビニの仕事ってすごいなっていう風に思った記憶があります。で、まあ、私がいたお店ってこうこのコンビニの中でも、まあ、割かし結構売り上げは高いお店にいたんですね。で、売り上げが高いんですけど、ちょっとこう他のコンビニさんよりも面積が狭いっていうですね、そういう床面積が狭いっていうことなんで、まあ、高回転って言われるんですけどね、商品のこう回転が早いし、お客様も多いというような、しかも狭いっていう、そういう風なお店だったので、売り上げをちゃんと上げていくためには、品出しもちゃんとやらないといけないし、レジも早く打たないといけないし、なんかそんな感じのお店だったんですよ。だから、ね、その僕その担当って、生かくスタッフさんみんなこう担当を持ってるんですけど、私はこうペストリーって言ってね、ペストリーっていうのはパンのことなんですけどね、パンの担当で発注の担当をさせていただいてるったのと、あとはソフドリっていう言ってましたけど、ソフトドリンク、からでっかい冷蔵庫あるじゃないですか、パカッて開けてね、ドリンクこう取ったら後ろからこう補充されてんだなってこう分かるやつ僕は担当を2つ持ってまして、発注の担当と売り場の担当を持ってたんですけど、まあ、ペストリーはね、まあ、パンは、大体1日3回だったかな、入ってくるのは決まって、
るので、まあ、それ出しちゃえば終わりなんですけど、そのドリンクですよね、そのドリンクがすごいくって、で何がすごかったかというと、そのピークタイムがやっぱあるんですよ、コンビニエンスストアも。でいわゆる朝ピークって言われるのと昼ピークって言われるものがあって、でまあ、お店によってね、どこのピークタイムが一番なのか違うんですけど、私がいた店っていうのは朝も昼もどっちも結構なピークで、昼の方がその朝よりもまた 1.5 倍ぐらいすごいって感じだったんですよね。で、まあ、昼ピークはまあ どんな感じかっていうと、もうレジね、レジがそのコンビニさんはね、何台だったかな、7台だったと思うんですけどね、7台あったんですよ確か。で、昼ピークの時だけはその7台フル稼働で、それ以外はまあ5台稼働、5台だけレジを動かすみたいな感じのお店なんですよ。それでも結構コンビニとしてはなんかでわーって感じだと思うんですけど、そんなコンビニあんのみたいな感じだと思うんですけど、昼ピークの時はその7台フル稼働して、でやっぱり、お昼ご飯をね買いに来るお客様が多いんで、お弁当温めてくださいもあるんですよ。そうするとこうお弁当温めるね、電子レンジの中に入れて、その間お客さんにこうそのままレジの前で待ってもらうと大変なことになっちゃうんですよね。もうどんどんこうレジの列が長くなっていって、お店が人で埋め尽くされちゃうんですよね。で言うとどんな状況だっていうことだと思うんですけど、いや本当なんですこれ。でいかにお客様にちょっとこう隣でお待ちいただいて、レンジで、ね、温めも早くしてお渡しして、次のお客様をお迎えしてとか、まあ、だから温めてる間に次のお客様を お迎えしてっていう会計進めていくみたいなことが、もう本当にこう考えてレジを打たないと、レジがスピードとかもめちゃくちゃ速くなりましたし、めちゃくちゃ考えたオペレーションもですね。で電子レンジも何だったんだろう、だから1台のレジにつきイメージ2台ずつぐらいあった感じなんですよね。だから多分13、4台は多分しかあったんだと思うんですけど、レンジの上にレンジが後ろ乗ってたんで、今みたいにセルフレンジとかじゃなかったんです。もう全部こっちでやる時代だったんで、店員さんがやる時代だったんで、レンジの上にレンジが乗ってて、また上にレンジ乗るんじゃねえかっていうぐらいな、そんなぐらいレンジがいっぱいある。だから昼ピークの時はどこのレンジにどのお客様のお弁当を入れたかってちゃんと覚えておかないと、あとどのお客様にこの弁当を渡せるかっていうお客様の顔も覚えておかないと、渡し間違いみたいなのが発生するんですよね。でたまたまね、やっぱりコンビニもたくさん弁当の種類ありますけど、 2連続で同じお客様が弁当が来るんだったら、まあ、入れ違いなって別に別にいいってわけじゃないですよ、いいってわけじゃないけど、まあ、最終的に同じものが渡るんですけど、やっぱり大概違うものが来るので、そうするとお客さんをこう、ね、袋の中ちゃんと見てくれる、ね、お客さんもいらっしゃると、渡されているものが正しいかなっていうふうに見てくださるお客さんもいれば、やっぱそうじゃないお客様の方が正直多いんですよ。もう袋で渡したら、まあ、ありがとうねっていうふうに帰っていくお客様の方が多いので、後からね、事務所というかね、その会社に帰ってから気づいて電話がかかってきて入ってるものが違うとかいうパターンもあるし、まあ、そのパターンになるっていうことはもうテレコになってるって言うんですけど、要はもう一人私間違えてる人がいるわけですよね。気づかずに持ってかれちゃってるっていう、その時がねもう本当に肝を冷やすというか、ああやってしまったっていうね、もうそういう失敗もねあるんですよ。私も何回やったかな、5回はやってないと思いますけど、2回は絶対やってるんですよね。3回ぐらいやったんだろうな多分。でもそれぐらい戦場になる昼ピークっていうですね。で、まあ、そのレジがこう並ぶっていうことだけじゃなくて、まあ、その前始末ですよね、前段階の昼ピークが来る前にお弁当をどれぐらい、その狭いね売り場の中にお弁当を並べられるかっていうのも、これもすごい戦場で、荷物がねこう届いてきて、そこから品出しをして昼ピークを迎えるまで
1時間もないんですよ、正直。1時間もなくて、1時間以内にもう実30分ぐらいでもうその準備、売り場作りというかしとかなきゃいけないんですよ、うん、でだから皆様がね、あのよく行かれてるコンビニだとお弁当がこう、ね、こうケースがあって、でお弁当並んでるっていうのが下の方に並んでるっていうイメージだと思うんですけど、そのお店はもうそういうオペレーションではなくて、なんかこう、なんですかね、こう平台みたいな、こうね、こうちょっとこう温度管理できる平台みたいなところにお弁当を天高く積み上げるみたいないやちょっと天高くは積み上げてないですよ。でもイメージですよ、イメージはもう 2,3 個こ積んであるとかじゃないですよ、もうダダダダダダダっていう10個ぐらいはもう積み上げておくっていうそういうお店でした。あの昼ピークはですよ、あのピーク過ぎたらちょっとこうなだらかにするんですけど、昼ピークはそうじゃないとお弁当なくなっちゃうし、ね、人でこう埋め尽くされてる店内が状況なので、補充をしたくてもできないっていうそういうお店なんですよね。なんか そんなこうなかなかコンビニエンスストアの中でも、まあ、レアなケースというかあまりないようなケースのお店にいたもので、話を戻すとですね、そのドリンクとかも鬼のようになくなっていくんですよねどん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 鬼のようになくなっていくんですよ。あの100円のねお茶とかどこのコンビニさんでもあると思うんですけど、あれとか、いや始まる前ですよ、ちゃんと昼ピーク始まる前にもう フルで補充をしておくんです、こちらもね、ちゃんとなくならないようにって。でもあの昼の時は裏側にねこう、から補充ができるようになってるんですけど、裏にも一人あの私もこう中に入ってスタンバイしてて、でもう売れてるそばからもう入れていくって、もうドリンクを後ろからぶち込んでいくみたいな感じですよね本当にそれぐらいのペースで、もうびっくりするぐらいのペースでもうなどんどんどんなくなっていくんですよ。もううわーってはーみたいな、はーみたいな感じで補充をしないとあの売れ筋のドリンクはすぐ消えてなくなっていくっていう、本当に今思えば恐ろしいことが起きている店だなと思いました。はい、まあでもそこのお店が私は配属された初めてのお店なので、まあ、そのお店しか知らないですからね。あ、まあ1個前か、1個前ぐらいこうちょっとレジを覚えるのにみたいな感じで、ちょっとあの少し落ち着いたお店には配属というかね、トレーニングを受けさせてもらいには行ってましたけど、それが皆さんの思ってるあのコンビニさんのこうなんかね、お客様のこう入り数というかね、入場数というかぐらいの平均的なお店だったんですけど、配属された店はもうそれしかなかった。でもそんな状態だった。でもピークタイムにはもう毎日が戦場みたいなそんなコンビニエンスストア時代をですね過ごしました。はい、まあ貴重な経験でしたよね。でもまあユニクロでの経験もやっぱ行きましたね。あのユニクロも似たようなところはあってですね、やっぱこう売れてね、あの欠品しないようにするために補充を欠かさずしていくためにはどういう風な人員体制って呼んでますけど、どういう風なスタッフの配置にしたらいいかなとか、早いね、補充のスピードが速いスタッフさんを割り当てた方がいいよねとか、なんかそういう作業割り当て、人員配置って呼ばれる世界っていうのは、まあ、かなり売り上げに左右される世界なので考えるんですよ、やっぱり、うん、でそこのコンビニさんもやっぱり同じようにセブンイレブンのね、その店舗、私と配属になった店舗もすごく考えられてたので、誰がここの、ね、ドリンクにいたらいいとか、誰が肉まんをあの渡したらいいとか、ヒルピークなんかも肉まんがもう飛んで上を飛んで歩くみたいなそんなあっちのレジで肉まん一つお願いします、こっちのレジで肉まん一つお願いしますみたいな、そんなもう本当にそんな状況なので、誰を割り振るかっていうのは本当にね、あのすっごい大事なこと、これってユニクロでも同じことやってたので、あ、生きるなと。で、小売って結構共通してることって多いんだなっていうふうにも思った、うん、記憶があります、うん、なんで、まあ、14、5年ユニクロ
人生歩んできて、そこからセブンイレブンに今転職をして、で、私はその経営相談、経営相談指導員だったかな、なんかそういう指導員に、まあ、なる、まあ、手前のね、その店舗の修行時代でもうちょっと実は辞めてしまったんですけど、1年半ぐらいでしたかね、ずっとその、昼はもう大戦争が起こるあと楽しいお店でですね、まあ、1年半を過ごしたということで、セブンイレブンは卒業したというような感じになっちゃいましたけどね。でも結構面白かったです。すごい勉強にもなったし、売り上げってね、すごく目に見えてね、こう売り場を変えると目に見えてお客様の行動が変わったりとか、売り上げが変わったりとかっていうことを肌で感覚できたし、そのユニクロよりももっとこうサイクルが早い、お弁当とかおにぎりとかね、サイクルが長いじゃないですか。洋服は賞味期限ないですけど、それどうやったらで最後の賞味期限が切れる前までに売り切れるかとかね、捨てないで済むようになるかとか、やっぱいろんなことを考えながらこう仕事をするっていうのは、やっぱユニクロ時代がなかった経験なので、すごいいい経験をさせていただいたなっていうふうに思いましたね。はい、ということで、まあ今日はですね、まあセブンイレブンの時代のちょっとお話をしてきましたという感じですね。なんかあっという間にもうまたエンディングをなんか内容のある話全然してないような気がしますけど、まあ、まあ、緩くやろうと思ったのでまあちょっとご勘弁くださいということでですね、まあ、お別れのお時間が近づいてまいりました。4月はですね、まあ、自己紹介シリーズということで、お送りをしているんですけれども、まだ来週も自己紹介します、まあ、いつまで自己紹介してんだお前っていう風にね、ちょっとまあそう言わずにお付き合いいただけたらありがたいんですけど、次回も、まあ、セブンイレブンの後もう一社転職をしていてですね、そこのところのお話を週はさせていただきたいなという風に思っておりますので、毎週日曜日の5時半からはですね、つながるラジオ、焦点ですね、真裏になってますからオンエア日は覚えやすいと思います。見られない方は YouTube でも、ね、ご覧いただけますので、YouTube の方でのご覧いただけたらなというふうに思います。という感じで、今日も終わりにしてまいります。はい、最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。お相手は松山秀和でした。では失礼いたします。さようなら。